でいいよ。あ、すいません。サンキュー、ありがとう。すごいね、2対8で2対8のすごい状況だけど、ありがとうございます。これがやりです。お疲れ様です。お疲れ様です。ボッタが本当だだろ。ボッタ食ってみてな、1個。あ、これはいいよ。あとこの懐かしのこれね、文化フライドを富士山、富士山だけど、これ文化フライに2つと、はい、富士山焼き1つと、はい、あとなんだ、ボッタと、ボッタ、あ、明太です。明太、これ、早いんだ。いや先言うのかなってちょっと思ったんですけど、早いんだもん。あ、そうか、ボッタだよ。完全ボッタですよ。駄菓子屋に比べると具が豊富だし。そうだね。ここにさ、ベビースター入れてえな。ベビースターある？いや、絶対ありますよ。ベビースター、ベビースターもらおう。ベビースター入れて。結構入ってる。あ、でも結構入ってるよね。多いっすよね。うん。あ、すいません、ありがとうございます。儲け出てるんですか？儲けっていうほど出てないんですけど、北千住だけやってるんで。どうですか？はい。すみません。ベビースター。はい。サンキュー。あと1個。あ、ありがとう。あ、ありがとうございます。文化フライ、あ、文化フライ、懐かしや、懐かしや、この文化フライか。ずっと気になった。超懐かしい。ありがとう。ちょっと食ってみてよ、初文化フライ。え、これが子供の頃っていくらぐらいしたんですか？100円で、なんか回すのよ、なんかあの、なんていうの、あの、こういうビューンっていうの回して、当たるとなんか2本だ3本だのとか、具材的にはただの粉だけなんだけど、多分、まあ、このソース味で、うん、うまい、うまい。懐かしの、いや、これ子供の頃出会いたかった。 うまいんだよね。あ、うめえ、うめえ、うめえ。いや、俺なんか赤いんだもん。赤い、赤っぽく見えたんですよ、そのテレビで俺見たら。まさにこれだよ。何が文化フライなのか知らんけど、テレビで同じこと言ってましたよ。俺が聞いた話だと、うん、昔こう下炭とかでやってたんだよ、うん、そんな昔ね、うん、だから鉄板が熱くならないんだよ、うんうんうん、そうすると流れちゃうから、うん、土手作ってじんわり焼いたんで、今は結構もう発達してんじゃん、はい、火力も鉄板も、だから別にもう土手いかないんだよ、そういうことなんだよ。むしろ雑学をですね。本当はね、こう1枚を紙こってくるんでくれて食べてみてよ。ソースになったら牛乳ソーダなんだよ。よくお分かり、よくお分かりで食べてください。それをね、くるってね、紙でね、紙で巻いてくれて、こんな感じです。
そう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 。そうなのよ、懐かしいね。こんなのこれ知らない。懐かしだよね。いや、俺には懐かしかない。全然懐かしなんだけど。そんなに入ってなかったんだな、粉が。これが本当のボッタであれば。貧乏人の町だから、つなぎがないっていうかさ。美味しゅうございます。これがボッタ。オーケーオーケー。いいよいいよ。これ明太はさ、醤油でいきたいよね。牛乳ね。あれかな、なんか裏穴が詰まってる。あんた穴押さえてんじゃないの？違う？いや、押さえてる。穴ないし。いや、こんな絶対あるんだよ。必ずあるんだよ。いやいや、違う。あ、じゃああれが詰まってるのかな。でも物価も高いだろ。いや、まあ確かに。ラーメン1000円超えてるしみたいな。うちの時はリンリンなんかだって、お前ラーメン餃子焼きそば食って500円のお釣り来たから。それ安すぎですよ、ほんと。だからさ、それ考えたらさ、時給も高いけどさ、ええ、食いもちょっと遊び行こうぜとか言ったら高いでしょ。ディズニーランドだって倍ぐらいしてんじゃないの、うちらの時より。え、今いくらなんですかね。8600円とか。え、そんなするんですか、ディズニーランド。うん、だ多分うちらが行ってる時よりは倍ぐらいだと思う。まあ学割とかあんだろうけど、あいつらが行くなら、うん。そうだよ。これちょっと取っていいですか？大丈夫ですか？あ、どうぞ。はい。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お騒がせして。すいません、ご質問です。お釣り大丈夫なんで。いや、すいません。また、はい、またよろしくお願いします。ますはい、すいません、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。え、振ってんの？ちょっとなんか、ちょっと。ちょっとやってる。平日だけあれかな？